古事記学生はカール・ミリッカーによるオペレッタ。1882年12月6日にアンデア・ウィーン劇場で上演された。台本はフリードリヒツェルとリヒャルト・ジュネによるもので、エドワード・ブルワー・アーリトンのリオンの淑女とビクトリアン・サルドのフェルナンドの結婚の二つの儀曲を下敷きにしている。ザクセン選定校、フリードリヒ・アウグスト1世がアウグスト2世として、 ポーランド王位についていた時代の話である。このオペレッタは、ザクセンのポーランド支配に対する、ポーランド人の抵抗を題材に扱った作品である。劇の主人公は、スウェーデンの支援によって、アウグスト2世を追い落として、ポーランド王となったスタニスワフレシチニスキの士官である。台本は、同じ作家人による、ベネツヤの人よと同時期に用意された。ミレッカーが、 古事記学生を選択したため、ヨハン・シュトラウス二世が、ベネツヤアの人よを選択したという。ベネツヤアの人よが、台本の切裂さのせいで伸び悩んだのに対し、古事記学生は、空前の大成功を収めた。ドイツ人が悪役に回る物語が、ドイツ圏のウィーンで制作されたことになるが、オーストリアは、ポーランドをめぐって、ザクセント。 その同盟国であるプロイセンと旧敵の関係だった。そのため、ポーランド人がザクセンの圧政を打ち破るという物語が、ウィン市民を喜ばせたのだと考えられる。なお、現在では、こうした国家間のあだかまりはほとんど拭い去られ、2013年、ベルビッシュ古城音楽祭の総監督に就いた、ザクセン出身のダグマール・シレンベルガーは、 就任最初の上演作品に本作を選んだ。全3幕。牢獄の中庭に女たちが集まり、ザクセンに抵抗し政治犯として収監されている夫たちに面会させようと要求している。監守、エンテリヒは、賄賂をもらい、夫たちを妻たちに合わせようとする。そこに、クラックフの司成長官オレンドルフがやってくるとの知らせが来たので、囚人たちを急いで牢獄に戻す。 オレンドルフは、牢獄の視察に来たわけではなく、別の私的な目的であった。オレンドルフは、ある白爵夫人の娘ラウラに惚れていたが、先日の夜、彼女に肩越しに接吻しようとして、センスで叩かれ、恥をかかされていた。白爵夫人は、オレンドルフとザクセンの兵士たちをからかい、ラウラにふさわしいのは、ポーランドの王大使だけだと言い放ったのだ。そこで、オレンドルフは、 ラウラ一家に仕返しをしようと思い、囚人の古事記学生シモンをビビッキー王太子として立派な服装をさせて牢獄から出す。さらに、もう一人の政治犯ヤンもシモンの従者として釈放する。オレンドルフがシモンを裕福な王子として伯爵夫人母子に紹介したところ、シモンはラウラに魅了され、伯爵夫人もシモンを気に入り、ラウラの婿にしたいという。また、 従者に憤するヤンは、ラウラの妹ブロニスワバと恋に陥る。シモンとラウラの婚礼の準備が行われる。もともと牢獄から解放されるためにオレンドルフの関係に乗ったシモンであったが、本当にラウラを愛してしまっていることを自覚し、茶番劇を続けることを躊躇する。そこでシモンは、本当のことを手紙に書いて、ラウラに届けようとする。 そのことを知ったオレンドルフは手紙を届かないようにし、シモン・トラウラの結婚式が取り行われることになる。他方、ヤンとブロニス・アバも互いに愛を確かめ合う。革命軍を率いるポーランド人のリーダーであるアダム公爵が、ノバルス・カジの伯爵夫人のもとに変装して、投入しているとの情報を掴んだオレンドルフは、ヤンに公爵のスパイをするよう命じる。 シモン・トラウラの結婚式が進行するが、エントリヒや囚人たちがシモンを、囚人仲間の古事記学生だと歓迎する。結婚式に参列した人々は去り、シモンは追放される。オレンドルフの作戦は成功したかに見えた。ノバルスカ城の庭園でヤンはシモンに会い、一景を案ずる。シモンは、アダム公爵に奮して、オレンドルフのもとへ行く。 オレンドルフはシモン憤するアダム公爵を習慣する。公爵を手元に監禁していると思っているオレンドルフは、ポーランド人の反乱を知らされても自身の身の安全を信じている。そこへ、本物の公爵、シモンの従者役だった、ヤンその人である、が進軍してやってくる。ヤンはシモンを白爵に助し、これによりシモンはラウラと釣り合う身分となる。ヤンは、オレンドルフを、 白爵夫人の個人的な捕虜とする、よう宣告する。各して3組のカップルが成立し、ポーランドの明るい未来が約束される。カミロ・バルツェルの筆明。ありがとうございます。